民主党の平野前官房長官は、小沢前幹事長に近い議員らが呼びかけた勉強会に参加し、菅執行部に対して参院選のけじめが必要だと述べ、菅総理の辞任を含めた体制の刷新を求めました。私も予想だにしない、44議席ということになりました。けじめをつけなきゃならんときにはつける、このことを、これが人の道なんだ。およそ150人の議員を前に平野氏は、選挙中に菅総理が持ち出した消費税議論について、鳩山政権では消費税を上げないといった嘘つきになることが予想されたと痛烈に批判しました。また山岡氏は、小沢前幹事長が現体制の予算の1割カットは財務官僚主導で改革の後退だと述べた言葉を紹介し、菅執行部に苦言を呈しました。